どうもシュートです。さあ今回もいいフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回は使用感解説ですね。ベリンガム、ヤマル、まあそしてベンチにいるこのバルベルデ3選手、まあちょっといつもよりは少ないんですけれども、まあバルベルデ10試合、ヤマルは11試合かな、でベリンガムが15試合と、まあ、若干少なめではありますが、まあまあ使い込んではきたんで使用感解説をやっていこうかなと思います。まあしっかりいつも通り、まあバルベルではないんですけど、まあベリンガムとヤマルのプレー集も見せていくんで、まあ使用感とか気になってる人もいると思いますけど、まあ実際プレーどんな感じとか、ドリブル、パス、シュートどんな感じなんかなっていうところを見たかった人はぜひねプレー集も見ていただけたらなと思います。ではまあ先にバルベルデから解説していきましょうかね。まあ主にまあこのフォーメーションの OMF をCMF に変えたり、まあ一列落として、まあ横並びにして使ったりしましたね。育成は前回の動画と全く一緒の感じではあるんですけれども、まあやっぱり評価神にして、まあ間違いはなかったかなっていう感じはしますかね。まあもちろん2ボランチでの起用がまあ大前提というか、まあ右ハーフラインダウン入れて、まあサイドバック的な感じで使っても面白そうっちゃ面白そうですけど、まあ実際サイドハーフこのドリブル能力とかパスで、まあスキル的にもまあやれないことはないんですけど、まあやっぱねサイドはもうちょっとドリブル仕掛けれる選手がいいかなとは思うんで、まあ、個人的にはやっぱり2ボランチで、まあある程度守備しつつ、まあ奪った後の扱いやすさを生かしつつ、まあパス当てていくっていう使い方がいいかなと思いましたね。で上がった時の決定力とかも、まあ点は決めれなかったですけど、いいシュートとかも打てたりしたんで、まあやっぱり3上げで80乗るとかはいいっすかね。でまあ何よりやっぱディフェセン90、ボールダッシュ91で、まあ瞬発90とかスピード92までいきますし、まあここまで、まあこの4つの項目が高い中盤の選手っていうのはいないかなと。瞬発は80とか、スピードが足りないみたいな選手はいますけど、まあこの4項目90以上はものすごく評価は高いかなと。やっぱり最近ね、ラーム使うのハマってるように、やっぱ瞬発高い選手のプレスってなんか早い感じがするんで、まあチェイシング持ってるっていうのもあるかもしれないですけど、まああとフォートレス発動してたとかも相まってかわかんないですけど、寄せが早くて、しっかりボール奪えるし、やっぱ守備面ものすごい良かったですね。まあ別にパスが上手い系のデヨングだったりエリクセンとかでもいいと思うんで、やっぱ2ボランチの一人として使ってあげるのが一番いいかなっていう、そういう選手でしたね。まあ、期待をいい意味でも悪い意味でも裏切ってこなかった、そんな感じの使用感選手でしたね。では次、ヤマルとベリンガムをまあ能力値使用感解説していってから、もう2人一気にプレイ集見せていこうと思いますけれども、まあまずはヤマルですかね。育成は前の動画と一緒でこんな感じなんですけど、正直思ってたよりもやっぱ突破力、ドリブルの突破力がえげつなかったですね。まあモメンタム持ってるから、まあドリブルとかボールキープ、まあだいぶねアタッキングサードに入れば高くなるなっていうのは分かってましたし、まあスピードもねこっから6-7上がりしたらほぼカンストまでいきますし、まあモメンタムでフィジコン70、ボディコン90、瞬発も高くパスも上手い、弱いわけはないと思ってたんですけど、まあ、思った以上に突破できるというか、まああんまりね右サイドに左利き置いて縦突破とかそんなにできないイメージではあったんですけど、ガンガン縦突破いけるし、もう中切り込んでいって、まあそのままパスでアシストとかもできるし、めっちゃ良かったですね。まあモメンタムの、まあ、数値の上がり幅だったり強さを分からなかったらちょっとね獲得躊躇する能力でもあると思うんですが、もう本当に強いんで、まあヤマル好きな人だったり左利きでもそんなに気にならない、とにかく体強いドリブラーで体強くてパスも上手いような選手、もうヤマルはめっちゃ理想的なんだよな、獲得するの迷ってんのよなっていう人は、まあ取って損はないと思いますね。さすがにマジで強かったっす。まあ感想ばっかりでうまいこと使用感を解説できたかどうかは分かんないですけど、次ベリンガム行きましょう。育成は前回の動画と全く一緒ですね。まあヤマルの突破力やばかったですけど、ベリンガム正直もっとやばかったですね。出場試合数15でゴール15のアシスト1、まあここの OMF でしか使ってないですけど、まだ CF とかつけれてないんで、それでも15点取ってるのはやっぱりね本物だと思いますね。もちろんベリンガムにボール集めてドリブルして、まあかわしてシュートとかよくやりましたけど、まあそれでしっかりと結果を残せるのが、まあ、本物の強さかなと思います。まずオフェンスセンス95で2列目からの飛び出しなんで、もうめちゃくちゃ飛び出しいいですね。もう抜け出すタイミング場所、しっかりディフェンスのスペース、空いてるスペース見つけて最適なタイミングで飛び出してくれる感じしたんで、まあなんかウイレの頃、まあよくね2列目の選手に CF で背負ってスルーパス適当に出して、適当ってあれですけど、まあ今よりもっと簡単にスルーパス通ったじゃないですか。まあそんなシーンもねやっぱベリンガム使ってるとあったんで、まあ CF とか ST で使いたいなとは思ってるんですけど、 OMF もね悪くないっすね。というかむしろめっちゃ強かったね。でまあパスもまあ上げてないですけど、スルーパスあって180あればまあまあやれるかなと思いますし、決定力87で、まあキック力90あって逆足最高なんで、
まあ両足で点取れますね。決定力面で気になったシーンは一つもなかったし、この人フェノミナル持ってるんかっていうシーンも一つありました。まあそれも後で見せていきますが、で足速いし、やっぱここフィジコンボディコン80-92、まあほぼレオンみたいなもんなんで、ここはまあ今までのベリンガムは正直特殊ダブタもまあそんなにね、あんまりなんかこうマッチしてる感じはしてなかったんで、普通のダブタがいいなと思ってましたし、ドリブル能力もねそんなには伸びなかったんで、ドリブルの操作性本当好きではなかったんですけど、今回のベリンガムはもうめちゃくちゃ好きですね。まあどうせベリンガムやからあんまり自分のドリブルには合わへんねやろなって思ったんですけど、もうカントナとかその次元の一歩手前ぐらいに迫るぐらいスライドドリブルとかもめっちゃ強いし、もうなんか歩いてるだけでねフィジカルでやっぱ相手選手押しのけていくんで、ガチでねカントナ取らなくて後悔した人はまあ一旦ベリンガムで使ってみて我慢してもいいんじゃないかなと。それぐらいちょっとベリンガムのスライドドリブルやばかったですね。まあちょっとこっからはねプレー集見ていきましょう。結構まあ試合数的には 4,5 試合ぐらいしかやってないんですけど、いいシーンいっぱい撮れたんで、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。じゃあこの試合はちょっとヤマルが絶不調だったんで、まあベリンガムだけ見てもらいましょう。ベリンガムはちょっと好調とかやったかな。さあここなんかグイグイ抜け出していってシュートをミスったんですけど、なんか決めちゃうと。まあこの辺とかでまず体の強さ、アラウホ、ビエラにぶつかられても潰されないとこ、まあ体の強さ分かりますし、ファンダイクもなぜかねスルッと抜けていくと。このドリブルして確信しましたね。あ、自分がめちゃくちゃ好きな操作性の選手やっていう風に。この辺とかもスライドでしっかりと、まあなんかこうね背中向けてかわしつつ、まあ縦に抜きたい時はスピードがっつり上げて、まあある程度は抜きに行けるんで、正直もうちょっとトップスピードのドリブル遅いかなと思ってたんですけど、そんなことないっすね。さあここもビエラ背負って、なんかね抜けちゃうし、左足のコンカで決める。まあコンカないのに入ってるし、やっぱここねもうめっちゃ甘いっす。正直このスライド全然取られてもおかしくないっすけど、取られへんのはおかしい。なんかやってますねこの人。さあここビエラ、ベリンガム、フィーゴとつないで、フィーゴからまあスルーパスしっかりと抜け出してもらって、抜け出しもいいですし、この辺のトップスピードのドリブルも全然悪くないっしょ。でまあ体強いんで当たられても全然潰されずに、まあため作ってアウトスピンで、まあ結果こぼれ決める感じにはなりましたが、まあ相手もね習慣かショータイムか分かんないですけど、バルベルデそんな体弱く守備能力も弱い選手じゃないのに、ここまでキープできるのはやっぱさすがかなと。でまあこの試合最後のシーンはここですかね。この辺でビエラでカットして、まあ縦パスもらってアラウホ背負ってかわして、ここ間ダブルタッチで抜いて左足ズドン。まあダブルタッチの幅もいいですし、ここも全然潰されへんし、左足のミドルもいいっすね。でまあここもなかなかいい抜け出ししてますかね。ヤマルがまずここちょっとまあ落としずれましたけど、ベリンガムからもう一回ヤマル使って、でヤマルでサリバちょっとね引き寄せて、ベリンガムにいいスルーパス、まあこれヤマルもいいパスですね。でなんか中向いてアウトスピン。でまあここは終了間際のヤマルのシーンですかね、ドリブルシーン。まあフルで使ってたんで、もうこのね89分とかなんで疲れてるはずではあるんですけど、まあサリバになかなか潰されることなく、タッチも細かくて全然足元から離れずに、ここスライドで抜いて、でビエラもちょっと背中向けてかわして、これはまあ普通に打ったらよかったね。でもいいため作れました。さあこの次の試合は、ここはベリンガムの得点シーンですかね。スルーパスもらって、ここシューキャンでまあ相手しっかりとマッチアップ引っ掛けさせてゴール。まあ注目すべきはここパスカットした後にすぐね、ここ縦スペース見つけて走ってるこの感じ、もうほぼライブルよね。めちゃくちゃいい抜け出しよ。で1点目のシーンはこんな感じだったんですけれども、横パスもらって、まあこれビエラとかかな、わからんけど、まあ2人の間行ってアウトスピンでゴール。ここしっかりと間抜いていけるのもなかなか操作性上がってると思いますね。こんなんできんかったはずよ。でこれ注目のフェノミナルのシーンですね。ムバッペ、ベリンガムと使って、まあまたちょっとヤマルが不調だったんで、カカ右ハーフに入れてますが、横スルーパスもらって変なパスになったんですが、ここ腰ひねってゴール。いやーこれ決定力おかしいと思いますし、これ左足でもね逆足精度最高なんでできるんですよね。ではちょっとお待たせしたかもしれませんが、このシーンはヤマルですかね。ここでまあちょっとボール奪われるんですが、ここで奪い返して、特殊ダブタじゃないスライドで1個かわして、特殊の間に当たられたんですけど、倒れることなくそのままコンカを決めきっちゃうシーンですね。めっちゃ体強いし、ここのねタッチの細かさもやばいし、何このボディコン。ヤマルもガチで使いやすいですね。左利き嫌いでしたけど、ヤマルはこれはいけるわ。さあここもパスもらって、ギューンと富安さん抜いて、もうモメンタム発動してるんで、めちゃくちゃ置き去りにしちゃうと。これはちょっとね、まあもうシュートとか横パスしたらよかったかなっていうシーンですね。さあここもベリンガムとヤマルのホットラインで点取ったシーンですね。この二人結構ねパスもヤマル上手いし、抜け出しベリンガムいいから相性いい気がするんですよね。
さあここしっかり抜け出して富安さんを体背負って、アラウホ背負ったかな、で横パスワンシューでゴール。でこれもうベリンガム最強の飛び出しシーンですね。こうやって細かく繋いでもう完璧に飛び出して、センターバックとサイドバックの間飛び出してアウトスピン。これはちょっとさすがに強すぎでしょ。カットしてからのこの一連の流れ、もうなんかここに来るまでにもう全部ベリンガムがここで抜け出すために繋いでたみたいな感じよ。ガチで体強い。さあここは富安さんでちょっとサイド使ってヤマルからスルーパスもらって、まあベリンガムいい動き出しですね。でここスライドでかわして、ダイレダブタじゃないわ、ダブタキャンセルでアウト。ベリンガムの使用感なんかいかれてません、マジで。めっちゃ使いやすいよな、こんなドリブルマジでできんかったよ。めっちゃ操作いい感じにできる。まあ今回プレイ集以上ですね。結構まあベリンガムのドリブルシーンが多かったかなっていう感じしますけど、まあ抜け出しもしっかり見れたと思いますし、やっぱヤマルの突破力もさすがなものあったかなと思います。まあ、もちろん前回の動画で紹介した通り、まあバルベルデに関しては他の2ボランチ枠がいっぱいいたら美課金はねそこまで狙う必要はないと思うんで、まあヤマルベリンガム欲しかったら全然引いていいと思いますけど、まあバルベルデ1人残ったらもうその時点で別に撤退でも2ボランチ枠いっぱい持ってるならそれでいいんじゃないかなと思いますし、まあベリンガムとかはね、まあフリットとかいてもまあ全然ね似てる能力っちゃ能力っすけど、ドリブル能力は正直、能力っていうかドリブルのしやすさ性能に関してはもうベリンガムの方が圧倒的にやりやすいなっていう感じはしましたし、これで CF で使えたら絶対化けるし、 OMF でもめっちゃ強いしね、守備もできるから。今まではベリンガム僕にとっては相手にいて嫌な選手っていう感じで自分では使いにくいタイプだったんですけど、もうこのベリンガムなら相手にいて嫌な選手にもなれるし自分でも使いやすいっていう、結構理想的な OMF、 めちゃくちゃ強いと思いますね。もうあと婚活つけたらもう点なんてバンバン取れると思いますし、今でも取れてるんでちょっとやばいっすね。でヤマル見てもらった通り、もう突破力やっぱフィジカルあるおかげで、今まで左利きの選手やっぱフィジカル強くてでかい系の選手あんまいなかったっていうのもあるんで、そこまでいい印象はなかったというか、まああんまり得意ではないと思ったんですけど、もうヤマルぐらい強かったら正直いけちゃいますね。近い方の足でボール持っててもあんだけ富安さんに潰されないとか、洗う方にも全然背中向けて背負えたり、前入っていけるシーンを見させられたら、まあB とか A の州はちょっと使いたくはなってしまいますよね。今の C でも全然強さ感じるんで、まあ3人当たりのガチャっていう時点で今回のガチャ本当にいいガチャ、神ガチャかなと思いますし、まあまだ使ってねもう半日も経ってないぐらいですけど、割と自信を持っておすすめできる3選手かなっていう感じはしますね。それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録よかぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ごちそうさまでした。